はい、今回皆様にイギリス・ロンドン、3回目のイギリス・ロンドンということで、2018年6月に訪問しました。今回まあね、何を紹介させていただきたいかというと、夜のテムズ川周辺ということで、紹介させていただきます。ターブッチ、ロンドンブリッジ、ロンドン島、そしてその高層ビルがあったね、そういったところの、まあ、夜景をね、楽しめるということで、ぜひまあ夜なんかをね、散策していただくといいんじゃないかなって感じがします。撮影機材に関してはソニーの FDR の AX100 ということで、高精度の、カメラを使用しています。なのでぜひとも 4K に合わせていただいてね、撮影楽しんでいただきたいと思います。ロンドンブリッジます。あれがロンドンブリッジで、そっちは、まあ、建物がいっぱい溜まってオフィスが見てもらってます。なかなかいい感じです。ターブリッジは向こうで、ね、こちらということで、今この川に関しては今皆さん地理で習っているテムズ川って川です。でこの川船がいっぱい往来してる感じなんですけど、ターブリッジを今撮影してるんですけど、ね、ロンドンブリッジの方に行って、そこからこの側道、ここのところにターブリッジを行きます。まあ、結構今撮ってます。まあいい感じで撮れてます。で、ここがターブリッジです。ターブリッジということで、なかなか綺麗ですね。大きな船とかが通るときは、真ん中のところの橋のところ、道路がね、2つに割れて上に上がる感じです。こっちね、ターボロンドンで、こっちはあの会社とか結構あったりするんですけどね、お室内になってるんですけど、まあ、ここの夜景なんかもそうです。で、ここのテムズ川を多くの船が行き来してます。こういう感じね。まあ、今日土曜日ということで、まあ、そういうパーティーみたいな感じで、ね、やっている船が結構多いんですけど、なかなかいい感じです。国道ということで、これが遊歩道になっています。あの遊歩道沿いに、まあ、歩いていくと、ね、向こう側もそうなんだけど、まあ、景色が結構綺麗に見える感じです。昼もいいんですけど、夜景のこの景色